おはようございます。それでは今日は憲法入門の入門の第6回ということで、えー、前回はあの明治憲法の、ね、お話をしましたけれども、今日はまあ日本の憲法の歴史ということで、えー、現行憲法ですね、現行憲法のまあ成立過程についてお話をしたいで、えー、ちょっとお断りしたいんですが、私はこう言ってもあの昭和20年代の半ば生まれですから、 あの戦前から戦後のことは全く知りませんね生まれてもいませんので、えー、で,ですからあの物心ついた頃にはね原稿憲法で一応育わっておりますんでその時の話はあくまでこれあの人はこんなことを書いてるよということでありますですからあの、まあ、皆さんのね年代によってですね 受け取り方はいろいろあると思いますけど一応こんなことが言われてるんじゃないかっていうのことであのー、聞いてくださいですからあの厳密性はもう最初から書いているかもしれませんそれをちょっとご了解いただきたいと思います、ね、えーえー、今日も1.25で推薦いたします <laughs> ということですが <laughs>、えー、それ通常入りますで これはあの3となってるのは前回からの続きということなんですかね。日本国憲法制定に至る経緯ということで,で1945年ですね、昭和20年終戦の年ですねで。8月14日、日本はあのポスダム宣言でてやを自託したんですね。えー、要するに、ポスダム宣言というのは、まあえー、そういう言葉どういうふう、あまり好きじゃないですね。 えー、敗戦国であった日本があ条約を結んだわけですねこれからどうするかと条約を結んだわけでそのこのポスタム宣言の自宅なんですが、えー、ポスタム宣言の条項ではですね、えー、民主主義というのはもちろんなんですがあの言論の自由とかね、えー、宗教の自由とか思想良心の自由だとか基本的人権の尊重の確実か確実か その他国民主権主義とかね、から平和主義、こういうものをね、実現することがこう明確にその要求されていたんですね。それをまあ日本としては受諾したということです。で、ポスタム宣言のまあ、ある部分を抜いた文章ですけど、えー、自由としてね、我らはちょっと、 古い文章ですから私もすんなり読める方はどこか自信がありませんがまあゆっくり言いますから聞いてください。我らは日本人を民族として奴隷化せしめんとしまたは国民として滅亡せしめんとする意図を有する者にあらざるも、ね、そういう意図はありませんが我らの不良を虐待せし 虐待るものをです、ね、虐待る者を含む一切の戦争犯罪人、ね、戦争を起こした戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加え,加えべし、日本国政府はあー、日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の証言を、障、ま、害、あ、というものが証言というもの。 まあ一応、証言を除去すべし。ここを自由ですね、えー、民主主義に変えなさいって言うのは、ね、民主主義的傾向の復活強化、要するに昔あったことを復活してさらに強化しなさいということなんですね。に対する一切の証言を除去する。ね、それの障害は除去しなさい。で、言論、宗教、 および思想の自由に、えー、自由並びに基本的人権の尊重を確立せられるべしと。だからあのちょっととばして自由にですね、前期諸目的が達成せられるせられかつ日本国国民の自由に表明する意思に従い平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せられるに,においては 連合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せられるべしと。まあ、要するにそういった、ね、民主的政府ができたときは連合国は退きますよということですね。まあ、要するにこういう内容の,です、ね、あの条約を結んだわけです。ね、それで終戦を迎えたわけですね。いやそれは、あの、 事実としてはね、あのー、日本は敗戦国ですし、連、え、合、ー、国がね、えー、戦勝国ですからね、そういう負けてね、えー、こういう条約を結んだという部分はあると思いますよ。そういうことあると思いますけどね、一体でもう国際,国際条約ですから、これは守らなきゃいかんとね。で、ここでまあ、 戦後の日本ではですねこのポツダム宣言で定められた条項に沿ってですね新たな国づくりを行うことがまあ国際的義務、ね、国際的義務として課せられたということになるわけですね法律的にはそういう意味ですで後の話に関連してこのポツダム宣言には国民主権原理の採用、ね、国民主権原理の採用という要求を含むものと開示されたいったことをまあ強調しておきたいと。 いいうふうふに思いますでなお、あの民主主義的傾向の復活強化、ね、さっきちょっと私、承知をしました、民主主義的傾向の復活強化とある点についてはですね、えー、留意していただきたいと思います。でこの点については、私、あの樋口先生のですね、あのに書かれて、えー、の著書に書か,書かれてるね、えー 内容にに非常に関心を持ちましたそこをちょっと引用させていただきますけど連合国側はファシズム期以前の日本に民主主義な流れがあったことをきちっと知ってたということだとえー、幕末えー、そ,それはあの対象デモクラシーだけでねよくあの対象デモクラシーっていうのはそのえー、大正時代にね随分その,ずいぶんその 明治と違ったですね、あの民本主義とか言っている形でね、いわゆる民主主義的な傾向が復活した時代があったんですね、そのままもって対象デモクラシーというわけですが、そういうだけではなくてですね、えー、その前に自由民権運動ね、ね、えー、ちょっと歴史を勉強するとあれですけど、自由民権運動というものがあり、それから幕末維新の時代には、一訓万民ね、 一万民という旗印で平等を求める動きもあったんだと。ね、日本にだってあったそういうのがあったんだと。それどころか全国各地で民間の憲法草案が出て,出ていたと。ね、いや、こういうふうにすべきだというような憲法相話、まあ、かなり進歩的なものも多かったというふうに聞いていますで。そういうその民主主義的傾向の歴史をですね アメリカの方は理解していたんだとだから日本国憲法を押し付け憲法をねこれについては後に述べますがだと簡単には言ってはいけないというのが私の整理の仕方ですと言われています。でこれあの憲法改正の真実というね後ほどまあご紹介するかもしれませんけど樋口、えー、先生とねそれから 一回ちょっと話題を出していただきましたけどあの、小林節先生という方がですね、えー、自民党の憲法改正草案についていろいろ議論されている書物なんですが、あまあ、その改正草案とは、ね、直接関係の、ね、話だと思いますけど、その中で述べられていることです。えー、このなんというかな、余計な話ですけど、 私はね、あのこの樋口先生のこういう言い方が好きなんですね。で、うん、その、押し付け憲法だと簡単に言ってはいけないというのは、私の整理の仕方ですあの。先生の著書をましていただくと、こういう書き方を時々されるんですね。こうだっていうのは断定の仕方はされないんです。今のところ、私はこういうふうな整理の仕方にのっとって、えー、議論を進めていきますとか。 自分の今の考え方はこういう形で。す。ですからあの、そうだと思うんですね。すそれはすごく、あのすみません、あの名前が正直なあの問題の立て方だと思うんですね。<laughs> あのえー、断定、ほら、おかしいんだとか、おかしくないとか断定しちゃうと、ですね、それ以上思考が進まないんですよね。だけど、一旦私はこういう整理をしますと。でその上でまあ 先生もいろいろなね、えー、さらに見本を広げて、まあ、先生だって若い時からまあ見法をやられてで見法を広げて出て、えー、自分ご,説ご自分の、ね、考えを深めたりそれから場合によっては変えられることもあるのかなというふうに思うんですよね、うん、それが、まあ、かん考えること、まあ、学者さんらしいなというふうに思います、えー、余計なことでしたでこのポスターズ宣言を受諾してからですね 日本国憲法が制定されるまでの経過には、ですね連合国総司令部、GHQ はですね、との日本政府の間で右翼国折がありましたで、これはいろいろあるんですが、ごくごく簡単にお話したいと思います。でまず、松本案というね、えー、あの新しくあの就任した重原さんという首相がですね、 えー、GHQ の総司令部を訪問し、えー、その際にです、ね、総司令官であるマッカーサーですね、えー、有名なマッカーサーです、ね、から明治憲法をです、ね、自由主義化する形式必要がある旨を示唆されたというのを受け、えー、国務大臣の松本譲二を長とする、えー、憲法問題調査委員会ですね これを松本委員会というらしいですがそれを発足させて発足させて憲法改正作業を開始させましたと、えー、その委員会でもまあ当然のことでしょうけどさまざまな議論がなされたが松本4原則に沿って起草した案が最終的な改正案として採用され GHQ に提出されることになりますということで、えー、いわゆる松本4原則なるものがあったそうです。 これはあくまで芦部先生のですねこの前ご紹介した憲法の本ですねそこから引用,されております引用させていただきましたでまず1番目天皇が統治権を騒乱させられるという大原則に変更は加えないと、ね、松本安藤すね要するに天皇試験ですね天皇試験には 2番目議会の議決を要する事項を拡充しましょうと、ね、天,天皇の体験事,件事項を削減する要するに天,天皇議会の賛同なんかはいらないと天皇が全部決められるという事項はあ削減すると少なくしますよとだから国務大臣の責任を国務の全般にわたるものをたらしめるとと,とにですね,ね、えー 国務大臣は議会に対して責任を埋もるとすると。ね、以前はまあ国務大臣は天皇に対して責任を持ったんですね。それでて議会に対する責任を持った。4番目、国民の権利自由を保障強化すると。ねえーまあ、この前も説明したように、えー、国民の権利自由というのはまあ非常にね限られたものだったんですね。それをまあ保障強化しましょうと。その侵害に対する救済方法を完全なものでしましょうと。 えー、要するに裁判所でやれるようにしましょうというような意味なのかなと思いますけどねでその松本委員会が起草した憲法草案松本案をですね1946年2月8日にですね GHQ に提出しましたが実はあのその前にですね、まあ、どういった経過があったか知りませんが毎日新聞にこ,れをこの内容をス,スクープされちゃったんですね。 でそれはあの,のマッカーサーサのの知るところになったわけですでその、まあ、新聞の内容を見て、ね、GHQ はその保守的な内容を、ねえー、あまり変えないという意味で保守的な内容明治憲法をあまり変えたくないというような、まあ、保守的な内容に驚き憲法改正要項は総司令部 GHQ に拒否されますということがあったそうです。 確固算としてマッカーサー草案の提示と受託とで総司令部 GHQ はですね独自の憲法草案の基礎に着手しましたこの時マッカーサーは日本の憲法改正に対して守るべき以下の三原則を示しましたこの三原則を守って、えー、憲法草案を作ってくださいとで天皇は国家の元首の地位にあると ね、原始の地位にある。で、行為は世襲されると。ね。だから、天皇の職務及び権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとすると。ね。うんまあここはね、えー、いわゆる、その、天皇の地位はね、まあ、 あ要するに日本ではね、えー、戦前は神権だったんですね神権神の意思というか天皇様がまあ、まあ、神様だったわけですねまあそういうようなことじゃなくてやっぱり国民の基本的意思に応えるものだとね憲法に基づいて行使されるということですねそれから国権の動当たる戦争は廃止するね、えー、これがまあ そのいいろろろ議論を呼ぶところですね日本は紛争を解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する。ここはやっぱりこったんでしょうね、自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄すると。日本はその防衛と法を今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねると。 これはまあ憲法の全文にも、ね、似たような文章が出てきますけど日本が陸,陸海空軍を持つ権能は将来を与えられることはなく交戦権が日本軍に与えられることもないと、ね、この2番目がまさまにあの9条の、ね、最初の案文になっているんだと思いますけどね3番目日本の封建制度が廃止されると。 えー、貴族の権利は皇族を除き現在生存する者一代以上には及ばないと、ねえー。家族の地位は今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではないと。まあ、この辺は、ねまあ、貴族の制度とか家族の制度というのはまあ原稿憲法を廃止しているわけですからあむしろ,むしろ、ねえー、進歩的になったのかなという気が。 いたしますけどね。が予算の方はイギリスの制度に習うこと,とでまあこのこのへんは私あのコメントの能がありませんのでありがとますで、この総司令部のね GHQ が作成した GHQ 総案総司令部案はですねマッカーサーと吉田茂外務大臣それから 松本常司国務大臣ら出席の下に行われた会談で日本政府に提示されましたでその際総司令部から日本政府に対して、えー「松本委員会の提案は全面的に承認すべからずのものになるで全面的に承認することできないと」とであり GHQ 総案いわゆる総司令部案を最大限に考慮して、えー、憲法改正に努力してほしいと。 という趣旨の説明がなされたというふうにされています。で、その GHQ 総案をね、総司令部案を受け取った日本政府は、あ、一旦はね、総司令部に対して再考を求めた。ね。具体的な内容は、まあ、いろいろな書面でちょっと当たっていただきたいと思いますけど、あのところが総司令部から一周されましてね、GHQ 総案、 総司令部案案ににに基づいて憲法草案の検討に着手すすることになりますその際総司令部は日本政府が拒否するなら直接日本国民に提示する用意があると旨を述べたそうです。ね、日本政府がこの GHQ 草案を拒否するならあのいいよと日本国民全体の意見聞いてみようじゃないかという意味ですよね。これを日本国民に提示すると そういう用意がするというふうに述べたそうですまあ恐らくはですよね GHQ としてはこの,この提案については日本国民は乗ってくるだろうというふうに思ったんでしょうねこれはあくまで私の想像ですでその後日本政府と総司令部 GHQ の間で、えー、徹夜でのセッション行われた後日本政府と総司令部の双方が合意した 憲法改正草案要項が国更にひ、まあ、らがな交語体の条文で作成された憲法改正草案これは内閣草案がですね完成し、えー、衆議院の総選挙の投票が行われた1週間後にですね国民に向けて公表されることになります。 まあそこで国民はするわけですね。で、過去4、明治憲法の改正手続きに基づく日本国憲法の成立交付という。で、若干の修正協議を経て、あのそれなりの、ね、修正協議はされたんですね。で、帝国憲法改正案。で、これは後でちょっと関連していきますけど、要するに、 あの帝国憲法の改正手続きにのっとった改正だということなんですね。で、それは衆議院は賛成421、反対8の圧倒的多数で可決されたということなんですね。で、貴族院に回されたと。で、なお、この貴族院は普通,普通選挙制による総選挙え。ごめんなさい、この衆議院はですね、衆議院は普通選挙制による総選挙。 これは日本でおける初の女性参政権が認められた選挙です。ここで初めて女性に参政権が認められた選挙ですね。ここすね非常に民主的な選挙だったということですによるものだとで。そこで選ばれた衆議院が、この帝国憲法改正案を議論して、賛成4 2 1反対8の圧倒的多数で可決されたんだということですね。 でそして貴族においてやそのい,いろいろあるけどまあ言ってみればね今でいう国会におけるそれから、まあ、若干そういう意味ではね貴族員というまたちょっと別なのでしょうけどそこで圧倒的多数で支持されたということですね。 でこの憲法はの改正案は、後に枢密院の審議を経て、ですね、えー、このまま、まあ、明治憲法に基づくやり方ですよね。で天皇の採下が与えられ、大日本帝国憲法、明治憲法上の憲法改正手続きはすべて終了することになりますとで。そのような経過を経て、大日本帝国憲法、いわゆる明治憲法がです、ね、改正され、いいですか改正され 日本国憲法として公布されますで以降、まあ、このあれでもそうですがあ、日本国憲法をですね、憲法と、憲法ということで表記することが多いということになると思います。で、いで4番目に、押し付け憲法論という議論がね、ずっとある、いまだにありますよね。で、これまで見てきたようにですね、憲法は、 連合国占領下において制定されたとの経緯がありますね。で、押し付け憲法論」とは現行憲法はその成立過程から日本が戦争で負けた時に外国から押し付けられた憲法だから自分たちの日本国の国民が作った憲法とは言えないとだから正当性を有しない憲法,で憲法ではないのではないかという主張です。 かに根強くあります、ねこれね、でその辺のね経過まあ正直言って言って私は分かりませんね。本当に押しつけられたものかそうなのかっていうのはくかりませんけどまあ GHQ 草案にね修正を加えて可決、まあ、されたということはそうなんでしょうからそのなんていうかなそういう改正を望んでいなかったね 一部の人がいたんでしょうね衆議院でも反対した人がいたわけですからそういう人たちから見れば押し付け憲法というのはそうだったかもしれませんねだけど賛成した人が、ね、圧倒的だったとかそれからまあ私の父や母はねまさにそういう時代に生きたあれですけど、うん、まああんまりそんな感覚を持っていなかったように思います。 えー、そのぐらいのしか感じしかないんですね。うんただね私はこういうなんて言うでしょうかねあのこういう議論の立て方本当は好きじゃありません。押し付け憲法だからいかんとかね、えー、自分たちが作ったからいいんだとかね、えー、そういうそのそういうの私 私流に言うとレッテルハリっていうんですけどね例えばあの政治の世界でもそうじゃないですか左だとかね右だとかねうん左の人いわゆるですよ私はあの基本的にそういう色分け嫌いなんですよそういうのレッテルハリっていうんですねだから左の人から言うとね右の連中はこんなことを言うしこんなことを考えてる連中だけしからん だから右にいわ,ゆるいわゆる右だと言われる人たちは左の連中はこうだとだから左の連中の言うことは全部けしからんみたいな言い方ですよね。でこれってのは非常にまあなんかねいろんな要素を含んだものをなんか一つのレッテルを貼ってねそれでその色分けしちゃって、えー、受け付けないわけですよ。 でそうするとねやっぱり人間が一緒に暮らしていく社会ですからやっぱりいろいろ相手の言ってることさ,さらに相手のその相手の言ってることいろいろ議論をするとねあのいやそうだなということもあるしや,やっぱり違うかなということもあると思うんですだからきちっと議論をしてねきちっと議論をして、えー、物事を決めていく。 ことが必要要であってそののするに日本の憲法がね押し,付けられた押し付け憲法論だからおかしいって言うんじゃなくて憲法のここのこ,ここのこういう条文はやっぱりおかしいんじゃないかという議論ならわかるんですよね。議論ならわかるところが押し付け憲法論だからおかしいっていのはやっぱりちょっと違うなと。 それからもう一つ余計なことを言わせていただきますけど、日本の、うん、これはねあの、いいとか悪いかっていうよりも、一つの日本人の傾向なのかなと思うんですが、どうもね、こういう議論がね、あのそれを主張する人同士がね、中身にわたっていろいろ議論するということをね、あんまりね、見たことないんですよね。 そ要するに、うん、この憲法、押し付け憲法論だって言われる方ね、どがなんか集会開いてギャなんかいろいろ言ってるんですよ。ね、憧れたギャギャなんつって言ったら言うのでね、いろいろ言ってんです。で一方ね、いや、そうじゃないと。押し付け憲法論じゃなくて、いい憲法だっていう人がね、みんな集まってやってんですわあわあね。やってんですでじゃあその。 うん、それじゃあお互いにねその人たちがその話をして本当に中身中身はどうなんだっていうこう検証をしてねそ,そこについて具体的な話をついしてねこの憲法がいい,いいか悪いかっていう議論をする経過ってあんまり見たことないんですよね。でそれはねやっぱりあの私はいい悪いは別にしてやっぱり好ましくないと思うんですね。 やっぱり話をして何が具体的にどういうふうにあれなんだだったらこういうふうに通うじゃないかということをねきちっと話をするってことが重要であって決してあの押し付けたられた憲法だからいいとかねどうのこうのというそのレッテル張りは私は好みませんね。すすません余計なことです でまあ、これはこの押しつけ憲法に限らず私はレッテル入って嫌いです。えー、と右だ左だとかね。だからうんその何々主義だから何々主義だとかね。そういうようなやり方がですね嫌いです。というのはうん私も最初に申し上げるとみんなそれぞれ考え方は違うんですよ。だから憲法に書いてあるんですよ。個人の尊重だと。 個人の尊厳だとみんな違うただみんな違うけどそのみんな違う人間がですね、えー、一緒に暮らしていく時にですねのールールとしてまあ憲法があるんだというふうに私は思うんですよね。えー、所詮,所詮ち,ょちょっとあのもうすぐこの話になったら飛んじゃうんですよね。そのあんまりねそのこういうレ 言ってる針で白だ黒だって言い続けちゃうとね、そこに差別が生まれるんですよね。差別が生まれる。例えば、すみません、この話について抵抗がある方は、ごめんなさい、最初から謝っておきます。例えば、えー、白だ黒だって議論があるじゃないですかね。だけど、白だ黒だっていう議論は、色を表してるだけなんですよ。もともとはね。ところがね、それがいろいろ、 転換していくとね白と黒をね区別してそれに優劣をつけることになるわけですよ。だ黒はいかんのだ、白はいいんだこういう話になる,なる可能性を持ってるわけですよ。ですからそういうそういういことじゃなくて、えー、もっときちっと中身の議論をしてですねレッテル張りはやめましょうよという感じです。あの 正直に言いまして、私やっぱり国会なんかの議論を見ててね、ちょっとあの気になるのはそういうところですね。もうちょっとそういうことじゃなくて、中身の議論をきちっとしていただきたいなっていう感じはします。すみません、余計なこと言いました。えー、D さんの D さんの愚痴です。はいえー、ここでちょっとあのひみ先生のですね、えー、六帝憲法入門というものからちょっと紹介をさせて。 その33ペンにこんな内容のお話がありました。で、誰が誰に何を押し付けたかというような表題の中でですね、もともと変革期の綱領文書としての性格を持つ憲法ね、三、ま、章、あ、ですね、変革期、まあ、敗戦国から、あのーね、立ち上がっていったわけですね、日本はね。そういうその敗,敗戦というね、 変革期の考慮文書としての性格を持つ憲法は、それを歓迎しない者にとっては当然のことが押し付けとして意識される。まあ、それはそうですよね。あの、日本は正しかった。ね。たまたま負けたことであるというようなことのような方には、まあ、押し付けとして意識される。で、問題はね、誰が、誰にですよ。 誰に何を押し付けたか、ね。で、敗戦それ自体を屈辱としてね、憲法を軽んずるか。ね。うんもう負けたので、もう押し付けられたもんだから、憲法なんてどうでもいいんだというふうに言うか。うそれこそ、自分たちでね、自分たちで自分と解放できなかった。ね。自分たちで本当の自由というものをね。 書く、えー、時で言えなかったことこそをね8と受け止めるかが今もなお問われ続けているのであるとねここも先生らしいで言い方ですね今もなお問われ続けているのであるおっしゃるとおりだと思いますねえ、ね、と思いますそれ以上のコメントはできません それからねあの、これに関連してあの初、8月革命説ということがあるんですね、有名な学説です。でこれは前に述べましたように、ですね憲法は大日本帝国憲法の改正手続きに従って制定されたんですね。というのは、あそうですよね、衆,衆議院にとって、それから貴族院にとって、数民、 水を取っててなんてね天皇が再最後、最下されているというようなことで、いわゆるまあ大日本帝国の改正手続きに従って制定される。でその内容についても、ですね大日本帝国憲法から大きく改められたんですね。えーまあ、かなりまあ抜本的な改正だったというふうに言えると思います。でその中でもですね、特にあの、 問題になったのは、問題というか、大きく取り上げられたのは、天皇試験からですね、国民主権への主権,の主権の素材が変わったことが問題です,からです。要するに、近邸憲法から民邸憲法に変わったわけですね、えー、この前の話です。でこれ、これについての憲法改正というものについてですね、あのー、実はあのー、あれですよ。 改正手続きが憲法に書かれているわけですから憲法に改正、憲法を改正できることについては、全くこれ、異論はないはずですよ。改正に賛成とか判定とかいうのはあると思うんですね。憲法を改正できるということについてはです、ね、異論はありませんけど、その改正に限界があるんじゃないかと、ね、ここだけは改正できないんじゃないかというところがあるという考え方と、改正に限界はないと。 どこだってね、一条から始まった最後の章はですね、どこだってどういうふうにでも改正できるんだという考え方があります。ですから、改正に限界はないんだという立場から見ればね、えー、この点は問題になりません。要するに、天皇主権から国民主権に変わろうとね、それはもう改正、憲法の改正手続きのとってやったんだから、何にも問題ないと。 つまり全面改正も可能なんだから問題ないということになるところがね、あのーまあ、学説の、ね、評価はいろいろ皆さんあると思うんですけど少なくとも通説である憲法改正には限界があるとの立場、まあ、日本の憲法学会の通説はやっぱり憲法改正には限界があると、まあ、この辺についてはまあその時の憲法改正の時に議論をさせていただきますけど、えー、そういう立場からはです、ね、主権の素材 主権ね天。要するに、天皇主権から国民主権に変える。まさに主権ですよね。非常に重要なものですで。その主権の素材について改めることは、憲法改正の限界を超えるものだというふうに理解をされたんですね。だから、新憲法は改正前憲法によっては改正できないんだと。ね、要するに、明治憲法の改正ということで、 今の新憲法はできないんだ,とだから法的には正当化されないという問題が提起されたわけですでそこでですね、出てきたのが憲法改正限界説の立場からあー日本国憲法の成立過程をですね、法的に説明したのが8月革命説と言われるんですでこれはねあのー まあ細かく話しありますといろいろあれなんですけど、まあ、当時の,あの宮沢俊義先生というまあ憲法の学者です、ね、あの要するに今憲法改正限界説を取られたんでしょうね、えー、そうだけどやっぱり現行憲法は正当だということで、えー、こういう説を立たれたで細かくはか、まあ、各自ね、えー、もしご興味があれば調べていただきい,てい 縦に、まあ、言うとね、要するにポスダム宣言受諾によってね、えー、日本国はね、あの天皇試験から国民主権に変わったんだと。でその国民試験に基づいて憲法ができたんだと。ただ、改正という手続きを取ったのはね、えー、そんなにそのなんとかな、波風立てないでね。 えー、整然とやりたいというようなこともあってね、えー、そうい連続性を持たせた方がいいだろうということで、えー、そういうことが行われたんだというようなことだと思います。私の理解ですよ。で、そういう八月革命説というのを発表しまして、おそらく今もこの先生の説が通説かなとは思いますけどね、えー、この辺については私も勉強不足で評価がありません。まあ、一応 今の憲法の正当性を主張する学説だということですね。ということで、あの非常にまあ、ざっとですけどね、えー、憲法改正、憲法改正というか、ねえー、今の現行憲法の誠実について、ねえー、説明をいたしました、あのーこ。この辺についてはですね、いろんな本も出てますし、えー、それからの、 ドラマドラ、映画にもなってるんですね。なんか昔、あの、えー憲、憲法はまだかみたいな映画ありましたよね。私も見ましたけど、その時の状況が映画になって、確かなんか YouTube で見ようと思えば見,見れると思いますよ、えー。それでちょっとご覧になるのも一つの方かと思います。えーまあ、当時のことですからね、はっきりしたことはわ今の私には分からないということです。 まあ最後にね、いつものように読書感想文、当面は憲法のお話でということで、紹介いたしますで。ここではですね、あの人権がわからない政治家たちということで、小林哲先生が書かれた本があります。ごく、まあ、まあ、比較的最近出た本ですね。でただ、お断りしますけどいわ、いわゆるですね、憲法の教科書とかですね、 体系書といったものではありません、ねえー。最初は憲法とはから始まって、憲法成立の過程とか、こう、まず、順番にね、えー、一つ一つの人権についてこう書いていって、救助について書いていって、こういうような、えー、体系書じゃありません。で,でもねあの、各委員にはぜひお勧めたい一冊ですで。なぜかというとですね、その日々起こっている具体的な事象ですね。我々の 身の回りには起こっている具体的な事象をですね、あの憲法という視点から、まあ表現悪い、表現悪いからですね、切りまくってくれているという印象の本です。で、表現はね、決してお上品とは言えませんが、なんて、えー、これ、笑いと書いてますこんなことが言ったら、先生に怒られると思いますね。えー 前ごときが何を言うかというふうに怒られると思いますけどあのいわゆる何て言うんですかね押してばかりで、ね、書いてる感じではないということですね <laughs> ところがまあ先生の,あの学識の深さに基づいて書かれてますんで、まあ、長年憲法をね専門にやられてきていまだにまあやられているわけですからそ,のそ,ういうそういう意味で、ね、学識の深さに基づいて書かれてますんで えー、別に馬鹿にするわけじゃありませんが巷まに溢れてる評論家とはまあ説得力が全く違うなというふうに私は思って聞いてますいやかといってね先生の言うことをあの100%、ね、正しいかどうかは知りませんよ知りませんし、えー、私もその先生の言うことが100%正しいなんて言ってるつもりはありませんねえー、あの 人それぞれいろいろ考え方ありますからね。だけど、あの多くね、えー、共感できるものがあるということですね。で、その、先生はね、以前はあの自民党の、まあ、顧問というかね、えー、を憲法に関してされていたんですね。で、現在はまあどちらかというとね、まあ、これもあのレッテルハリになっちゃいますんで、決めつけなくちゃいけませんが、 どちらかというと反自民の立場を取られることが多いです。いろいろ話を聞いていたりね、えー、それから書物なんか読んでますとねで。それを表してね、小林変説、まあ、先生のお名前が説、まあ、ちょっと字が違いますけどね、小林変説に改名した憲法学者だていう、揶揄されることもあります。いわゆる私の嫌いなレッテルハです。ねあのー そういう方もそういうい評価も一部にあるようですけどでご本人はですねこれは個人的に成長している証しだとねだからその説が深まったんだとねで個人的に成長している証しるというふうに言われてます、えー、これはあの、えー、確かねテレビの動画で私見たんですよね で私はね、この,この人生か先生のお家になっているこの人生経観はね、大変好感を抱いています。そうです。人間はね、あの私は思うんですけど、こんな私でもね、えー、やっぱり死ぬまで成長したいですしね、えー、途中自分が違ってたと思ったら考え方改めることありますし、ね、えー、最初言ったことだから絶対に変えないなんてことは言いません。ね 世の中も変わるし、自分も変わるんです。で自分も成長します。ね。えー、そういうことで、私は、この先生は、もう個人的成長してるから貸してある。えー、先生に、先生にしてもちょっと、照れくさいお話をし,したという感じがお持ちになるかもしれないです。私、この言葉大好きです。で、それから、あの、これもね、 人は、これこそ、ッテル貼腹て申し訳ないんですが、いわゆる、あの、象牙の塔にこもられるタイプではないようです。なんかね、えー、世の中では発信しないで、研究室にこもりっぱなしで、本を,本を読んだりして、まあ、憲法の学者として本を読んでですね、えー、なんか、えー、考えることだけをやってるというようなタイプの方ではないようですね。 えー、見受けられる感じとても行動的です。えー、それでね、私、あのー、この先生、えー、に好感を持ってるの、もう一つ、えー、誰とも議論をしますないです。ね。いや、小林先生とね、議論なんかしたくないっていう人はいると思いますよ。反対派の連中でね、いると思います。でも あのおそらくね、この先生から議論をしない、ね、これは人とは議論をしないとは、この先生、おっしゃらないんじゃないかと思うんですね。えー、ただ、そういうとこも好きですね、さっきも言いましたように、どうも日本人というのはねその、意見が一緒の連中だけ集まってね、えー、なんか規制は上げるんだけど、じゃあ、じゃあ、相手ときちっとした議論をするかって言ったら、 しなないいじゃないですかそういう方が多いではないですか。これもレテラハルかもしれませんけどねいや。みんなはみんなというわけじゃないですよ。そういう傾向があるなというふうに私は見てるんですが、あのそういうことはなんか少ない先生じゃないかなという感じがします。それからまさに国民の,のための憲法をね、身近にお茶の間で語ってくれる先生であります。ね、非常に身近な問題にもついてもね、 ご自身の意見を非常に分かりやすくねごちゃ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 理屈をこねるというよりもこうこうこういう原則から出たらこう考えればいいかというようなことをきちっとね整理して説明してくれる先生であります、えー、とにかくあの面白くてですね分かりやすくて、えー、そして鋭く憲法を解説してくれるおすすめの一冊です是非ね 私もあの学生ならの小林先生のね、えー、授業を聞きたかったなと思いますけどなんか一説に言うと小林先生は非常に学生には厳しい先生だったそうですが残念ながら私あの、えー、小林先生とほぼ同世代でございますんで、えー、そういうね授業を受ける立場に、ね、はならなかったですけどね是非これからもあのご健康ですねご活躍いただきたいなと。 残念なことはね、あのうん、これあの、最近あれじゃないですか、憲法なんかの議論をする場合にね、あのよくあのタレントの方がね、ああだこうだって言われるでしょ、やられてるでしょ。で、えー、それが悪いって言ってるわけじゃないんですよ。悪いって言ってるわけじゃないんですけど、うん、それってちょ,ちょっとい。 いいっぱななしじゃないですかだからそういう中にねそういう中にあの例えば憲法の学者さんだとかがちゃんと入ってね入ってで何しや政治家でもいいですよ入ってきちっとした議論をしてそれでそれを国民に提供するというようなこうマスコミもやっていただきたいなというふうに思いますよね、えー、そういう機会はちょっとやっぱり少ないんじゃないあの おそらく、小林先生なんかもそうですし、それからもう一人あの、お若い憲法学者、木村聡太先生っていらっしゃいますよね。あの先生なんかもよくあのテレビに出て、あの憲法論議をされてました。ね、でやっぱりあの、きちっとしたね学説,に学,学説というかね、えー、学,学,学識っていうんですかね、それに基づいたら、 お話をしていたやあのタレントの方が集まってねいろいろ議論することに反対だというわけじゃないんですよ反対だということじゃなくてやっぱりその中にはやっぱり専門家が入って議論をしていただくと非常にね議論の中身が深まるんじゃないかなというふうに思います最近そういう傾向がないのはちょっと残念ですまあこれもまたちょっと余計なことが言いましたけど 以上ですね、えー、今日の話は終わりたいと思います。どうもまたありがとうございました。本当にご清聴いただきました。ありがとうございます。えー、恒例のグッドボタンとチャンネル登録、一つよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。